市民球場です。東北楽天ゴールデンイーグルス対横浜 DeNA ベイスターズ、この試合の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は左の渡辺、対するベイスターズの先発は右の京山、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。左の渡辺、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。まずは1回の表、先頭バッターは楠本。背番号37。第3球を投げた、打ちました。あっと引っ掛けた、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ワンアウトランナー1塁という場面で百瀬。背番号64。投球は3球目、投げた、空振り三振、バットアウト。渡辺、見事なピッチングです。バッターは4番細川。背番号52。さあ6球目、ランナースタートを切った、打ちました。キャッチャー落下点、取って、これで3アウトチェンジ。ベイスターズファーストランナー残塁、イーグルスまずは無得点に抑えました。ノーアウトランナー1塁という場面で渡辺。第9、カットボールはストライク、まずは見送りました。初球ストライクから、ここで送ってきました。ファールボール。追い込んでから第3球を、スリーバントだ、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト、スコアリングポジションに。イーグルス同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で楠本、初球を打った、右中間へのフライ、右中間へのヒット、宮本一気にホームへ。イーグルス追いつかれました。1対1。左バッターボックスには森。第3球を投げました、バントした、ピッチャーの右へ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。イーグルスピンチを迎えます。投げました、打ったいい当たりだ、二遊間ライナー破っていった、センター前クリーンヒット。百瀬いいバッティングを見せました。イーグルスなおもピンチが続きます。直球空振り三振、渡辺3球で仕留めてみせました。3回の表が終わって1対1、イーグルスこの回1点奪われ同点とされています。同点で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で渡辺、初球バント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球アウト。さあ得点圏、ベイスターズ追う展開で迎える5回です。2アウトランナー1塁という場面で森、打ちました、これは内野ゴロ、和田そのままベースを踏んで3アウト、一塁ランナー楠本残塁に終わりました。5回の表が終わって2対1です。イーグルスリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で渡辺、ストライク、1球目ストライクから、第2球打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒット、渡辺一気に二塁へ、渡辺ツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で細川、キャッチャーへのショーフライだ、取りました、送りバント失敗、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。イーグルス同点のピンチを迎えます。投げました、打った、抜けた、ライトバックホーム、知野ナイスバッティングです。イーグルスなおもピンチが続きます。第9、初球から打ってった、フラフラッと上がった、黒川落下点に入った、取りました、これで3アウト、渡辺2アウト1塁3塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。6回の表が終わって2対1です。ベイスターズ追う展開で迎える7回です。2アウトランナー1塁という場面で森、低め空振り三振、ボール球で仕留めました。7回の表が終わって2対1、イーグルス依然1点リードしています。イーグルスリードで迎える7回です。先ほどツーベースを放っている渡辺、打ちました、初球打ち、抜いていった、渡辺いいバッ、ベイスターズ追う展開で迎える8回です。2アウトランナー1塁という場面で知野、打ちました、破った、
ボールは中継。知のナイスバッティングです。ベイスターズダイソーを起用します。関根二塁に入りました。さあここが試合の分岐点となりそうです。第4球を投げました。打ちました。和田下がった。ヒットになります。ライトバックホーム。山本いいバッティングを見せる。ベイスターズダイソーを送ります。海老名一塁に入りました。ツーアウト満塁となりまして、田辺今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。寺岡見事に流れを断ち切りました。イーグルスこのまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。イーグルスここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー二塁という場面で伊藤、おった。デッドボールの際に怪我を負ったようで現在治療中とのことです。今治療を終えてベンチから出てきました。バッターは先ほどから途中出場している東。背番号57。第4球をランナースタート。ボールを三塁へ送った。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。イーグルス2点差で逃げ切りました。勝者楽天イーグルス。ご覧のように東北楽天ゴールデンイーグルスの勝利でございます。勝利投手。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。